皆さん、ハレルヤ。1週間元気でしたか？会えて嬉しいです。それでは今日も一緒に礼拝を捧げていきましょう。それではお祈りをしていきます。神様、今日もこのように礼拝を捧げることができる恵みを与えてくださって感謝します。これから礼拝を捧げていきますが、私たちが心と思いをただ神様だけに向けて捧げることができるように導いてください。この礼拝を喜んで受け取ってください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、立ち上がりましょう。導いてくれる闇に迷
迷う時でも、辛い道の中でも、主がいるから私は怖くはないさ。闇に迷う時でも、辛い道の中でも、主がいるから私は怖くはないさ。主は我が羊飼い、乏しいことはない。主は緑の牧場へ導いてくれる。御言葉を聞く時間です。ハレルヤで先生を呼びましょう。せーの、ハレルヤ、ハレルヤ。それでは神様のくださる御言葉を一緒に見たいと思います。神様のくださる御言葉はヨハネの黙示録3章5節の御言葉です。ヨハネの黙示録3章5節の御言葉です。それではゆっくり読んでいきましょう。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。アーメン。皆さん、今日の本文の御言葉をもって命の書、命の書というタイトルを持って恵みを分かち合いたいと思います。皆さん、今日の聖書の御言葉には命の書という言葉が出てるんですね。皆さん、この命の書というのは私たちのイエス様を信じている私たちの名前が書かれているあの本であります。ある女性の宣教師先生が天国に行きました。で、天国に行ってそこで命の書を見た証があります。この女性の宣教師先生が夢の中で祈ってて天国に行ったんですね。天国に行ったら神様の御座が見えました。その御座の前に大きな本が見えたんです。その本がとっても大きくて建物のように大きな本だったんですね。で、その本の中にはいろんな人々の名前が書かれてあったそうです。で、その名前が生きていて動いていたそうです。ある名前は活発に動き、ある名前は全く動かない名前もあったそうです。またあの人の名前は輝いていて、なんか黄金の色をしていて、
ある人の名前は黒くなっている名前もあったそうです。ある名前は炎のように燃えている力強い名前もあって、ある名前は黒くなって全く動かない薄れている名前もあったそうです。で、この選挙寺先生はなんでこんなの名前の状態が違うんだろうと思ったら、イエス様がそれがその人の地上にいる霊的な状態ですよ、その名前を見ればその人の信仰が良いか悪いか危ないか大丈夫かが分かるんだ。そんなかある名前が見えたんだけど、その名前はね、黒くなってどんどんどん灰色になって、いきなりあの水が蒸発するようにパッとあの消しされたのを見たんです。でびっくりしたんだよね。でその時にイエス様が胸を裂きながら声を出して泣いておられたそうです。イエス様はイエス様を神様を信じなかった人よりも、このイエス様を信じ、神様を信じて命の書に名前が書き記されてあるのに、それが消しされられるのを見て、とっても胸を裂き声を上げて悲しく泣いておられたという。それを見て宣教師先生はあっと驚きびっくりした。それは命の書に名前が一度書かれたものは永遠に大丈夫だと思ったんだけど、一度名前が書かれたとしてもそれが永遠のものじゃないんだ、消されることもあり得るんだということが分かったからなの。皆さん、そうなんです。命の書に名前が書かれている、それは永遠のものではなくて消しされることもあり得るということなんだ。皆さん、命の書のある名前が消しされたならどうなりますか？そうなんです。命の書から名前が打ち消された人は天国には行くことができないんです。怖いですよね。ですから私たちはその命の書がね、ずっとその自分の名前が書き記されることができるように信仰生活をしなければいけないんですね。皆さん、じゃあどのようにしたら私たちはこの命の書から自分の名前が消されることがないようになるんだろうか。その答えがね、先ほど一緒に言った本文の御言葉にあるんですよ。勝利を得る者は白い衣を着せられる。私はその者の名を消して命の書から消しはしないって言ったんだよね。勝利を得る者なんです。勝利を得る者は命の書から名前が消しされることがないって。じゃあ勝利する者になるためにはどうしたらいいの？皆さん、私たちの最初の人間であるアダムとエヴァがあるんだよね。ある日その二人のいるところにサタンが蛇になって現れてエヴァに言ったんですね。そのやるすべてのその実から実を取って食べてはいけないの？そしてエヴァはそのにあるすべての木から実を取って食べてもいいの。でも中央にある実から実を取って食べたらそれは触ってはいけない、食べてはいけないと神様が言った。それを食べると死ぬといけないからだと言ったよと。これでね、曖昧に言ったんだけど、本当はねそういうことを言ってからこの蛇が、いやあなた方は死なない、あなた方の目が開かれて神のようになるからだよ、神様がそう言ったよ。それでエヴァはその言葉を聞いて、結局その中央にある食べてはいけないという実を取って食べたでしょ。なんでエヴァは罪を犯してしまったんだろう。神様が食べてはいけないという実をなんで取って食べて負けてしまったんだろう。なんで勝利ができなかったんだろう、誘惑に。それはね、エヴァが父になってそのサタンである蛇の言葉に戦おうとしなかったから。父になって、いや神様はこれは食べてはいけないって言ったの。それで父に戦うことができなかったんだよね。2番目は、あなた方の目が開かれ神のようになるよというその重悪の言葉に負けてしまった。
3番目、この悪魔サタンの誘惑に勝利する力がなかったから。だから私たちは勝利するためにはどうすればいいのか。それはイエス様がおっしゃった、目を覚まして祈りなさい、目を覚まして祈りなさい、誘惑に陥らないように。でも霊は燃えても肉が弱いのです。私たちは肉が弱いから祈りなさいと言われても眠ってしまう、罪であることを知っていても負けてしまう。じゃあどうすればいいの。この肉よりも強くなればいい、誘惑よりも強くなればいい。どうすればいいのかな。それは私たちの霊が強くなればいいんだよね。すると誘惑に陥らなくなる。だから皆さん、私たちはこの肉が好むこと、肉が望むことは減らす。 YouTube 見たい、遊びたい、テレビ見たい、ゲームやりたい、友達遊びたいっていうものはみんなこの肉が好きなもん、肉が望む。でも祈ること、聖書を見ること、礼拝をさせることは私たちの霊が喜ぶこと。だから私たちは聖書をね、通読をやってるんだよね。毎日聖書を読まなければいけない、と毎日祈りをしなきゃならない。ダニエルはね、1日3度時間を決めていつも祈っていったよ。イエス様も習慣に習っていつもオリブ山に行って祈られたの。だから私たちは自分が肉が好きなことばっかりすると霊がどんどん弱くなって罪に負けてしまう。そうするとどうなるの。命の食から名前が消しされることがあるかもしれない。少なくともね、天国に入らずに天国の外に追い出される。だから私たちは聖書を読み続ける習慣を持たなきゃいけない。祈り続けるこの習慣を身につけなきゃいけない。それを私たち霊が強くなって罪の誘惑、悪魔の誘惑に対してふんと簡単に戦って勝利ができるためなんです。いいですか。今日のメッセージを終えたいと思います。勝利を得るものになるためには肉が望むことを減らし、霊が望むこと、好きなことを、聖書を読むこと、祈りごとを、恋愛することによって強くなって倒れても勝利する子供になって天国に行くためです。このことのために主よ、一生して祈っていきましょう。主よ、主よ、そうです、私たちは本当に肉が好きなことに従ってしまう時があります。 YouTube を見たい、遊びたい、そしてテレビを見ているうちにどんどんと祈りはしたくない、聖書を読みたくない、でどんどんの心の中で人を憎んでしまう、あの子嫌いだ、そしてどんどん世のものが好きで、あの歌手大好き、でどん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 罪の生活に入っていく。その時に私たちはだからこそ聖書を読み、祈りを捧げ、礼を捧げることによってどんどんどん霊が強くなって罪の誘惑に勝つ子供になるように捉えてください。感謝いたします。神様、本当に子供たちが毎日聖書通読を通して霊が強くなるように、毎日祈り時間を決めて祈ることによって霊が強められるように、礼拝を休むことなく捧げることによって霊が強くなって勝利を得るものになるように祝福してください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは献金のお祈りをします。歌を持って私は神のみんなを褒めたたえ、感謝を持って私は神を拝めます。詩編69編30節の御言葉、今日の御言葉ありがとうございます。献金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様の前によってお祈りします。アーメン。
捧げられた献金のための祝福の踊りします。神様、今日も子供たちが信仰を込めて捧げ物を捧げました。捧げた一人一人を主が祝福してください。そして本当に将来に勝利を得るものとなって主にお会いすることができるように祝福してください。感謝し、イエス様の御名によって祝福しお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをもって礼拝を終わりにします。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。すべての栄光を神様に返しましょう。